じゃあもう体脂肪も気にせずいっぱい食べるんや今日は。あと4キロ伸びます。あ、ここ広いんじゃない？結構広いよ。そういうところは今ボタン押そうかと思う。そっち安いんだよね。どっち？それかこっちだね。どっちか。うちコンパクトさ言ったらこっちかな。じゃあそっちで。それだって多分スヌーピーやけ男でも女でも使えるよ。多分。OK。可愛い。OK OK。OK。うん、新生児ってあんまない。オッケーオッケー。1分後入ってきたね。靴トラブル。先生が来たから起きたんやろうか。おはようございます。おはようございます。もう名前決まったの？名前決まりましたよ。あ、ほんと？後期です。どんな感じ？何でしたっけ、きらめくっていう字です。はいはいはい、ウーロン茶のファンっていう字。秘変に皇室の子に、あと来るの変なやつ、高田組の空。はい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 。え、それ常用漢字なの？ジョル、ジョル漢字。ジョル漢字。ちゃんと名前に使える本で。へぇー。すごいな。うちは二人とも、全然決まらないまま2週間が経過しようとしたけど。だからギリギリですよ。なんか、まあ、生まれて考えてもいいやろみたいなノリだったのに。まあ、一応、年内ギリギリぐらいに決まって、うん、年明けたらもう忘れみたいな。そうか。だから2週間、うん、17日予定が早かったって。あ、そう。え、やけ入院はそれこそもう陣痛が始まってからな。いや、発生が先です。あ、そう。発生して夜中に笑ったか？笑ったか？本当発生が先でね、びっくりしたね。ちょっと寝に発生したっぽいんやけどって起こして、うん、何みたいな。いやね、発生したっぽいんやけど。ほーん。うわ、びっくりした。どうこの企画。どうなんか無言でなんかドア開けようしと思って。ちょっと1分後にちゃんと入ってきてよ。うわ、びっくりした。1分以上喋ったもん、俺。ね、これ。これ斉藤家の記録に残る気、お父さんにぜひ見せてあげて。で、彼が泣いたよ。はい、三人から。すみません、こんなにいっぱい。あ、見える。やっぱこれやろうって。メリーだ。だってやっぱ実用品よねって。包装紙の上からさらに見える。焦ってるんだよ。今3日目、4日目、2、3、4日目、うん。あ、起きた起きた。え、あくび？泣きたいんか。え、まさかにまた寝るの？関心、関心頃めっちゃよい息よった。昔よく息よったって、え、山口の話だったら言いますっけ。ここ千円、千何ぼとか二千何ぼで泊まれるん。え、素泊まりで。素泊まりで。で、食堂やけ。別でついちゃう。うん。食堂が経営しようけ。その代わりゴキブリが出るけど。へ、ぇー。テンション下がる温泉行ったのに。俺、夜行きよった、ここ。独
新貴族の香りがプンプンするこっちの方がよく信用してる俺生活に疲れた感じがプンプンする独身貴族の香り最近嗅いだことないです休み取ったんですけど、うん、え病院ってステーキでも出るのあ今日お祝い膳なのうん、そう、一回、お祝い膳が出る。ここですごいよ。一回こうね、すごいのま、ママお疲れ様みたいな感じ。すごいマジでだって、あの、なんかちょっと凝ったメニューが。昼間からグラタンが出てみたりそれ、と、とっとこ。カレーが出てみたりとか。ほんとや、っていうかさ、冷めるけ食べえそうなんですけど。ごめんね、俺たちがおって。いや、それもある。長くもないけど。なんかいつも残すみたいな。もったいない、もったいない。結構あるよね、量。牛乳暴れてる。だって普通の朝日の晩のコーヒーみたいな。大丈夫これ。意外に、コウキ君は暴れてきたよ。地味な抵抗やけ。名前はコウキ？コウキ君って。漢字は？漢字は、はい。ひらめくっていう字に、あの、皮変に、で、皇室の皮。しまってるこの筋肉質は何っていうこんなにがっちりじゃないなんか顔が赤くなってきちゃうみたいな気持ちいいかなっていうか管理士だけ合計何人ぐらい来た父ちゃんもまた戻ったっけ大丈夫です父ちゃん父ちゃんもう戻ってはは父ちゃん生まれた日に帰った沖縄にあーぐらいかははなんか 30日行ってないよねもちろんね30日うんなんかすき焼きパーティーをする系とかって言って俺も天皇杯帰りでもヘロヘロやったそれがそれって言ってたやつですねうんすき焼き絶対お父さん見せてよこれはいや多分その前にあ今ここだけ使って今ちゃんと声も入ったから多分テンションも上がるこうで撮ったのテープの方今のこのご時世で、うん、テープの場合とだっていわゆるハードディスク付きのさビデオカメラとかもあるじゃんでも結局それじゃあどうやって使うってなった時結局どっかでどうにかなんか回していかんにゃいけんけなんか結局削除したりなんたりってなるじゃんだからテープがちゃんと残っとった方がいいと大物ですねあんな器用みたいなだってこの人小森好きやからね得意やから間違えるか慌てるけど返すみたいな器用な器用みたいなゼロじゃないですか出た、なんか2回言うと嘘になるっていう2回言っちゃったよなんかこうやって見ると、うん、もうパパになってもいいですねねえ、子供好きやからねだから結婚する方がいいかもね今ね、その結婚の話をしながらここへ来たい結婚するかしないか、うん、結婚するのいや、するかしないかじゃなくてできるかえ、そっち予定もないけど2年後かなそういつするみたいなそうそうそう27やんその頃みたいな何て分からんけどとりあえず早くて2年後だもしかしたら明日くらいに現れるかもしれないその時に年末の旅行にかけようねみたいなそう考えずにじゃあ早くてまあ2年後2年後なんか奥さんがすごい変わっちゃって結婚するときに私寿退社したいけ仕事辞めてもいいっていうあんたの給料だけでやっていけるけって言って辞めて旦那の月のことで1万円っていう